誠ちゃんや漂流教室などで知られる漫画家の梅津和夫さんが亡くなりました。88歳でした。関係者によりますと、梅津和夫さんは先月28日に亡くなりました。葬儀は関係者のみで取り行われたということです。梅津さんは1936年、和歌山県生まれで、幼い頃から漫画家を志し、同人サークルなどでの活動を経て、 1955年プロデビューしましたその後、猫目小僧などの数々の恐怖漫画を発表し1972年から連載された恐竜教室はその後映画化されるなど恐怖漫画の第一人者となりましたまた、恐怖漫画だけでなく代表作まことちゃんのギャグは当時社会現象にもなり 1970年代のギャグ漫画の金似投的作品となりました。さらに、漫画だけでなく歌手や作詞など幅広い分野で活動を続けました。